皆さんこんにちは、こんばんは。ゲンチャンネル、産経新聞元社会部記者の三枝源太郎です。今日はちょっとですね、まあちょっとニュースもないのでマニアックな話題と言いますか、僕が産経新聞時代からですね、取材を始めていた太陽光発電の関係でですね、福島市がちょっと変わった宣言を今度出しましたので、そのことをちょっとご紹介したいと思います。福島民友新聞、福島の地元紙ですね、福島民報と福島民友と2つ地元紙が福島にはあるんですが、その福島民友の方の記事をご紹介します。8月26日、山林開発の太陽光施設も望まない、福島市景観維持宣言策定へ。本文読みます。福島市は大規模太陽光発電施設メガソーラーの新設について、森林伐採や用地造成による影響が懸念される開発を抑制する方針を明確化する、災害発生が危惧され景観が損なわれる産地へのメガソーラー設備をこれ以上望まないとする宣言案をまとめ25日の環境審議会で示した。今秋の早期策定を目指す。宣言案には設置計画には市民と連携し実現しないよう強く働きかけるとの文言も盛り込んだ。市は自然と景観を次世代に守り継ごうと2019年10月に太陽光発電施設の設置に関するガイドラインを策定し、事業者に法令遵守や地域住民などの調和を求めている。必要に応じて職員が現場に立ち入る形で行政指導を行っている。一方、林地開発の許可を得るなど適法な手続きを経てメガソーラーが整備された結果、景観が損なわれているケースもあり、現行のガイドラインだけで歯止めをかけるのは難しい。市によると市内のメガソーラーは建設中を含め26カ所、高尾温泉に近い同市、庭坂の先達山では広範囲にわたり森林が伐採され、春頃から山肌がむき出しになったため、市環境課に景観悪化を指摘する声が寄せられているという。でまあね、こんな感じなんですよ。で、福島県では県内自治体では大玉村2019年10 6月に設置を望まないとする宣言を県内で初めて策定しているということなんですね。でこの福島市のですね、太陽光発電に関しては、僕も取材をしておりましてですね、あれ本がどっか行っちゃった、あったちょっとね手前味噌なんですけど、こういう SDGs の不都合な真実という本がありまして、これはあのキャノングローバル研究所の杉山大志先生が、まとめてくださったんですけれども、ここにですね、僕が書いた、文章が、載っております。このメガソーラーの自然破壊と災害リスク、報道されない太陽光発電の暗部っていう、ところなんですが、ここに僕福島市のケースをですね取り上げたんですね。ここは、福島市のね吾妻湖富士という1707メートルの標高がある山があるんですけど、そこの山がですね、地盤で言うとね、福島市佐原と桜本にまたがる200ヘクタールを超す太陽光発電所建設計画をめぐって、2つの外資系企業が激しく対立し、訴訟沙汰になっていると。で、ここでね、吾妻湖富士第一ソーラー合同会社という会社が、福島市佐原、あざ竹の森ってところにあったんですよ。ここは温泉施設もやっていて、まあ、結構大きな敷地を持ってる会社だったんですよね。小野さんっていう人物でしたね、社長さんは。この人が最初は中国系でカナダのオンタリオ州に本社があるカナディアンソーラーというところと仕事をしてたんですけど、途中でね、息子さんが上海電力かなんかの方のエージェントになっちゃって、親子同士でこう対立しちゃったんですよ。それがきっかけで、上海電力とカナディアンソーラーでですね、訴訟合戦になっちゃうんです。で、このカナディアンソーラーの代理人をやっていたのが王さん、小野さん。上海電力の代理人をやっていたのが、茨城県つくば市の農事組合法人だったんですよ。
で、こっちが勝ったんです。筑波の方が。だから上海電力の方が訴訟では勝ったんですね。で、この三森の里という、農業生産法人の、が上海電力の今エージェントなんですよ。代理人やってるんですね。で、ここの三森の里っていうのはすでに茨城県つくば市で上海電力と一緒にやっています。で、そこも、やったんですが、結局ね、今現地どんな感じになってるかっていうと、これがね、ちょっとわかるかな、こんな感じ。もう太陽光パネルが敷き詰められちゃってるんですよね。ここがまあちょうど山、ここが太陽光発電なんです。もうパネルを並べてますね。で、他にもね、福島市には松川町というところがあってですね、あの昔有名な松川事件っていうのがあった、ところですね。松川町というのがあるんですけど、そこにも、あそこも400ヘクタールぐらいかな、ものすごく大きな、太陽光発電の、建設計画があったんですが、マイケル・ジャクソン・ジャパンという会社が一時期持ってたんですけど、この会社の社長が神奈川県警に詐欺容疑で逮捕されてしまいまして、それで結構こう、吸ったもんだがあって、今宮城県の会社がここの、売電権を持ってるはずなんですけど、ここも結構ちょっと、なかなか用地がまとまらないのか、なかなか始まらないですね。始まったのかな？ちょっと最近、ここ1、2年現場行ってないんでわかんないんですけど、福島の方は。もう上海電力の方は、スタートしてしまっています。で、そんな福島市なんですけど、結論から言いますとですね、多分これは止める手段にはならないと思います。このですね、例えば福島市桜本のさっきの上海電力とカナディアンソーラーの太陽光発電所に関しては、地元に住んでる共産党の市会議員さんと自民党の一部の市議さん、二階堂武文さんというおっしゃったかなっていう市会議員さんと、あと ボスの、市会議員さんの方もお会いしたら、ちょっと批判的でしたね。批判的な声はあるんですけど、基本的に福島というのはですね、原発の事故があったので、業者の間でも太陽光発電に対しては、寛容な土地で、しかも連携がしやすい。すぐに、東京電力が連携してくれるというので、福島って結構狙われてたって言ったら、まあちょっと語弊ありますけど、事業者側からしてみれば美味しい土地なんですよ。で、これね、条例がないじゃないですか。条例じゃないんですよね。あくまでも宣言なので、望まないって言われたって作っちゃいますからって言われたら、これ何の強制力もないので、あんまり多分効果はないと思いますね。あとやっぱり福島を取材して思ったのは、やはり原発に対するこうアレルギーが強いあまりにですね、太陽光発電に対するちょっと神話みたいなものがを感じてしまってですね、まあ太陽光発電は原発に比べればずっといいだろうというところで、まあ終わってしまってるような感じがしないでもないです。で、このつい最近のこの4月28日の記事なんですけど、脱原発のドイツを福島県知事が訪問、再エネ比率拡大、福島の使命と題した記事が朝日新聞に載ってるんですよ。で、この脱原発を完了したドイツを訪問中の福島県の内堀正夫知事は27日、現地で取材に応じ、太陽光や風力など再生可能エネルギーの比率を高めることが原発事故に見舞われた福島県の使命と話し、ドイツの州政府と連携を深めて再エネ拡大を図る考えを強調した、という記事が出てるんですね。要するに、福島県ってやっぱりそういう、脱原発、反原発という機運の中で太陽光とかにこう活路を見出してるんです。で、まあ、太陽光発電で、推進派の論客といったら、サンデーモーニングに出てらっしゃる、寺島実郎さんとか、それから東北大学の教授をやってる飛鳥寿仙さんとか、この方は元、まあ、中国人の方なんですけどね。まあそういう方が結構推進派で、彼らの大体共通するところは、日本は再生可能エネルギーに対して、バックアップ体制も不足しているし、
全然遅れてるって言うんです。しかし対面積あたりでは実は日本は太陽光発電は世界1位なんですね。でパネルの7割5分ぐらいは中国製なんですよ。でその中国製のパネルの半分はウイグル製ですから、なんで価格競争で中国が勝てるのか、ウイグルの強制労働があったからだというふうに疑われてるわけです。でそれだけじゃないんですよ。太陽光発電を推進したことによって電気代がどれぐらい上がったか、これ竹内純子さんという方が書かれた、電力崩壊という本があるんですけど、制度導入から10年後の2022年度の買取総額は約 4.2 兆円、国民が負担する賦課金総額は約 2.7 兆円に上昇していますと。消費税が 1% 引き上げられると国民負担は約2兆円増えると言われていますが、それをはるかに上回る金額に膨らんでおり、一般的な年家庭の年間負担額は1万円を超えているのですと、こういうふうに書いてあるわけです。大変なねコスト高なんですよ。これ資源エネルギー庁も最近の電気料金の増大高騰に関しては、背景は LNG の、料金のが増えてる、増大してるということが一つ、それともう一つは、再エネ賦課金って言ってるんです。だから飛鳥教授なんかは今パネルが安いからどんどん太陽光を並べろって言ってるんですけど、これには僕はもう真っ向から反対したいんですね。パネルが安いんだったら再エネ賦課金いりませんよ。うん、再エネ賦課金今でもいくら19円ぐらいでまだ残ってるでしょ。だから国民民主党の玉木雄一郎さんなんかも再エネ賦課金は廃止すべきだっていうふうに言ってるわけですよね。結局誰がこれ儲かるのかって言ったら、地元の人たちってそれほど恩恵ないんですよね。僕はもう最初の頃は太陽光発電というのは地元の人たちにもこう電気が供給されてるもんだと思っていたので、全然そんなことはなくて業者が全部一人勝ちで儲けることができて、それが当時一番最初は、キロワットあたり40円で国から保証されていた。どんな形でもとりあえず土地を買収して造成してパネルを並べればキロワットあたり40円という破格の、当時世界的にも破格ですよ、倍以上ですよ、世界標準の価格でドーッと距離が降りかかってきたわけですね。それによってそれまで例えば地上げ屋さんやってたり、全然畑違いの仕事をやってた人たちが大量に参入して全国の、国土は山林は崩壊の危機にあるわけですよ。福島なんかはその典型です。その典型なんだけれども、いまだに条例が、規制条例が、一つも県内自治体にできていないということが、やはり福島県の、原発に対する、危機感、逆に言うと、事業者にとっては美味しい県だということの表れなんだと思います。静岡県なんかでは伊豆地方を中心にかなり規制条例が増えてきました。それから岡山県、それから山梨県も、県全体で規制条例を出していると思います。長野県でもかなりの自治体が、規制条例を入れました。こうなってくると条例があると基本的にはもう作れないので、条例がないところないところへ行くわけですよね。だから今後福島県が、さらに、太陽光銀座、太陽光発電の集積地になる可能性というのは高いと僕は思っています。今後も多分、開発計画は続々福島に持ち込まれるんじゃないかと思っています。今日は皆さんこの辺にしたいと思います。皆さん面白いなと思ったらチャンネル登録、それから、いいねボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。